おはようございます。こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。楓さんちへこそ。平屋建ての家って今流行りなのでしょうか。あのね、 YouTube の、広告か、広告なんかもそうだし、何かしらの広告でその平屋建てはいいですよみたいな感じで書いてあったりとかするし、無印良品のまあそういう、部門っていうのかな、そういうので、まあ埼玉を拠点にしてるのか忘れましたけど、お家を建てたりとか、まあ団地の一区画かなんかを、いろんなところね、団地の、まあ、どっかを、きれいにリフォームしたいとか、うん、水商品のね、すげえなと思うんだけど、なんかね、そういうのでね、出てたりするんだよね。まあ、確かに、その、平屋建ての方は、夫婦二人、子供一人ぐらいの感じだと、まあ、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいのかなと思うし、仕事しやすいのかもしれない。あの、階段がない分、そこの部分の掃除しなかったりね、できるし、うん。動線がいいっていうのもあるんだろうけど、ただ2階建ての良さもあったりするよね。どうなんだろう。まあまあ、ちょっとね、狭いっていうか、面積がちょっとね、違うから。なんとも言えないんだけど、なんか広告でよく見かけるなと思った。まあ、そういうね、おすすめの動画などなどで見ているだけなのかもしれない。皆さん見たことありますでしょうか？教えてください。以上です。